神通川の支流熊野川。富山市内を流れるこの川では鮎の遡上が始まりました。富山市友杉の広田用水堰堤では、堰堤を登ろうと勢いよく跳ねる若鮎が見られました。広田用水堰堤では、鮎の遡上を妨げないよう、川の水量を調整しています。この時期になると、川辺の水の量も調整せにはいかんですけども、これ、遡上の間を引くと、水の量もね、多すぎてもダメだと。この辺の調整がちょっと、これぐらいが一番いい感じだな。鮎は1年でその一生を終えます。まさに生き抜くためのジャンプ。この風景は来月中旬頃まで見られます。